以前この記憶について聞かれた。なくしたと伝えていたが、あれは嘘だ。間違った教訓を得てしまわないか心配だったのでな。この男は多くの人生を歩み、多くのことを教えてくれた。我々の仲間になった時、彼は泥棒だった。バグダッドの路上でひたむきに暮らす彼は、良い未来が自分と、辺境で苦しむ人々に訪れることを夢見ていた。彼が生きていたのは黄金時代、栄華を迎えていたアッバース朝だ。その絢爛の裏に腐敗がはびこっていた。古き結社は猛威を振るい、残虐行為を繰り広げた。まだ隠れし者だった我々は抗った。影から敵を襲撃しながらな、終わらぬ闘争だ。かつてその中心に彼はいた。バシム・イブン・イスハーク、信条を重んじ信条に挑んだ。見習うべきだ。我々は歩む影を奉仕するべき光と履き違えかねない。我々もいつか試される時が来るだろう。その時は近いのかもしれない。落ち着いて、バシム。深呼吸。また陣に。今度。いや、目や、今、ま、おいし、さ。日が落ちてきたね。デルビスを待たせたくない。また説教されるのはごめんだ。今回の依頼もそうだけど、デルビスはあなたに頼りっぱなしだね。俺を信頼してるんだ。彼から信頼されてるのは確かだけど。依頼主の方はどうなの？謎だらけの相手だよ。そろそろ信じてくれるさ。ならそれを形にしてもらわないとね。報酬が危険に全く見合ってない。彼らは解放者だね、ハル。商人じゃない。知ってるよ。でも解放の報酬なら食べていけるくらいなきゃ困る。依頼の俺、まさき、ね、すごい人だね。何か大事なことでもあるのかな。
カリフが冬の宮殿に呼び出されたんだ。カリフの裕福な付き人に民衆が群がってるんだ。よく来たな、バシマル。裕福ならお布施をしてくれるかもしれないね。なあ、言いたいことは分かった。つまり小手先の技の出番というわけだ。依頼で食べていけないならカリフに養ってもらおう。あの商人、財布を机の上に置き忘れてる。手始めにちょうど良さそう。あら、バッチムじゃない。気づかれる前に立ちたろう。泥棒、泥棒だ。こっちへ来て。準備して、私が神を見定める。目利きと早技しか。厄介な二人組だな。あいつだ、あの浮かれた男。金目のものを持ってそうだよ。他に重要なことがあるの？こっちに来て。抜き足差し足。次は露店のそばにいる女、金を受け取ってた。失敗だ。嘘。逃げて。ちょっと誰か、ここです、助けて。ネハルはデルビスのところに行ったが、無事だといいが。カリフの衛兵に捕まったら一も二もなく手錠をかけられるだろうな。عندما كان حي الحربية أكثر إشراقا بقليل، عرف الوزير القديم كيف يعتني به ويحييه. لقد أظلم من بعده.あら、バシム。ちょっと何するのよ。こっちに泥棒がいる、助けて。
قيمة أكبر لفضلتكم هنا. إنني لا أبخس ثمن الأشياء أبدا. ذلك ها؟ ماشيمو ده؟ أسرعتني. يا. يا. ما تهب. زايدا の店に行ってこい。あそこ。そうだね。疲れてるみたい。危険な仕事。依頼は。港に子供の使い。重いやん。バグダッドにいた頃より。今も昔。報酬の話がま。それは仕事が終わって。ひどいやつ。ま、伝言や。で。